はい、今日も来ました、この戦場ということで、どうも、こんにちは、しつげです。はい、今日もね、バトニックな日常を楽しんでいきたいと思います。では、行きましょう。はい、今回はですね、このディナメス、はい、ペイントディナメスでやっていきたいと思います。ライフルというか、あれですね、基本のあの緑に、赤、あれどこ打ってんの、ブスト切れたし、あー最悪、大丈夫、こっから巻き返せ、まだ始まったばっかりだ、なんでちょっと待って、よし、さあバスター、なんで当たる、普通ロックが定まらんね、よっしゃー落ちろー絶対逆襲してる、あいつ許さねえ許さねえ、あ、取ってる味方さん素晴らしい、狙ってる、でも大丈夫でしょう。さあ B に敵さんが行っておりますので、7番機さんあたりと一緒に行きたい、7番機さん来てくれんかね、さあタイマンだ、あタイマンじゃないじゃん、あははっ、ステップしながら打てなかったね、今単独打ちみたいな感じになっちゃった、威力とか変わんのかな、いや、よし、まあ倒せたから満足ですあのバスターお返ししてやったぜ、あちょちょっとナイス、よし、ふう、どこここここどこ、あ、オッケーオッケーオッケー、よし完璧に取ってるね、さあここに騎士台狙い撃つ、来た、行って、うん、危ない、あ、やばい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 、他の機体には狙われてない、
多かったね、ちょっと敵さん。あれ、すぐ終わると思ったけど、なかなか粘ってますね、敵さんも。さあ、また3番機がいやらしいとこに。ゴラーン、あほほほ、頭の上、オッケー、勝利。よし、ありがとう。やっぱね、対支援だと燃え上がるものがありますよね。そう、遠距離から撃つなよみたいな、こっち来いよみたいな。そうそうそう、やっぱ汎用なら汎用、強襲なら強襲みたいな、なんかねあるよね。負けたくないみたいな。オーケー、なんとか。おー、いいね、いいダメージ与えたんじゃないですかね。結構ね、どうしようかな。味方さん、あ、そうそう、第三勢力を誰かが取ってくれたんだよね。7番機さん、この方が多分漁夫取りで取ってくれたんだね。ありがとうございます。そんで、そうだね、敵さんはウィングかな。はいはい、ということでご視聴ありがとうございました。はい、今日でね、バトニックな日常100回目でございますが、はい、これからもどんどん動画上げていきますので、よろしくお願いいたします。はい、あとですね、3DS の方で、モンスターハンターストーリーズっていう新しいゲームやっておりますので、よければ見に来てください。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、はい、悪ければバッドボタン、それからチャンネル登録、ツイッターフォロー等よろしくお願いいたします。ではまた次の戦場でお会いしましょう。 See you again! Bye-bye!